ジョン・カビラです毎週金曜日6時から11時半まで JK Radio Tokyo United 担当ナビゲーターです。好評いただいている企画自画自さんで申し上げませんミュージックリックいよいよスタジオを飛び出して Line Cube 渋谷で12月の2日土曜日午後5時半からクレバさんと羊文学のお三方で展開いたします。えー、にぎやかし役 MC でジョン・カビラもステージに <laughs> 楽しみです 楽しみなのは直接また意気込みを伺えるということでクレバさん羊文学さんお願いしますクレバです、えー、この度は JWAVE ジョン・カビラさんがナビゲートする JKADIO 東京ユナイテッドが初めてオーガナイズするイベントミュージックリックライ v に出演しますカメラさんとの思い出はもう番組の中番組の外でも,も数知れずといった感じで心の 心の友といった感じなんですが、新しい、より濃い思い出を作れる日がやってきました。それが12月2日土曜日、会場は LINE Cube 渋谷です。えー、リスナーの投票で演奏する曲を決める、えー、ミュージッククリックを、羊文学さんと一緒にやる予定なので、ぜひとも期待してください。お楽しみに。羊文学、ギターボーカルの塩塚萌香です。ベースの笠井ゆりかです。ドラムの福田ヒロです。 えー、羊文学はミュージックリックライブ、えー、出演いたします。十二月二日土曜日ラインキューブ渋谷で行われますが、はい、りかさん、意気込みいかがですか。そうですね。今回クレバさんとも共演ということで、私たちとクレバさんも結構音楽的なジャンルは違うんですけど、その音楽に対するなんか情熱だったりとか、ちょっとアンダーグラウンド の要素を持ってたりとかな何か通じるとこもあってすごく今回共演できるので嬉しいです福田さんはいかがです、はい、そうですねクレバさんと,、えー、とまたお会いできることがとても嬉しいので、まあ、お会いできることを楽しみにしていますし、はい、ライブも、はい、頑張りたいと思います、はいえー、ライブの中では、えー、皆さんの投票で曲が決まるコーナーも ありますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください週二月二日土曜日 LINE c u 渋谷ミュージックリックライブでお待ちしていますお待ちしてますいやー楽しみですねクレバさん羊文学のお三方意気込みを語っていただきましたミュージックリックですよ高曲一、高曲二ステージで展開した後予告編も展開した後皆さんのクリック会場のスマホで クリックいただいて集まる。どうなる結果はそれはそこにいらっしゃる方のみが知ることができるというクリスマスプレゼントです。12月2日土曜日、LINE キューブ渋谷でお会いできることを心より楽しみにしています。古レバさん、羊文学のお三方、ありがとうございます。待ってます